開いて斉藤、中小林が手を挙げています。あでもしっかりついてましたね、牧野と山中。脇坂前が空いた、引きつける、家永を使う、浮かせてボレー、山根フロンターレ先制。いや時間がやっぱりできて、家永外、まあ、インサイドにうまいとこ入ってきましたね。脇坂前を向きます、はい、いいところバイタル開きましたね。そこで受けて引きつけて、まあ、あと家永のパス多分下だったら通らないですよね、マキロの責任に当たって、もう直接打てよっていうメッセージ、はい、アイデアもありますね。こういやいいシュートですね、今シーズン3点目のゴールです。山根、フロンターレが先行しました。まあ、なかなかスペースがない中で脇坂もいいスペースを見つけましたし。